はい、どうも、こんばんにちは、いすげです。はい、今回やっときましたね、アップデートということでね。今回のアップデートの大目玉といったらやっぱこれですよね。ガンダムマーク2ジム2セミストライカーで、デラックスガチャコンチケット10枚、はい、なんとか貯めました。頑張ってね。その前にね、リックディアスを狙って1回引いたらジェスタの金が当たりました。それは動画には上げてないんですが、はい。で、まあ商品をちょっと見ていきましょうか。設計図マーク2の方から、はい、楽しみ。340機体、タイム400、うん、ビームシュー、お、高機動カスタマイズ、早い機体なんですね。こちらはスプレーシューター。あ、バズの拡散はもしかしてスプレーなのかな。飛ぶバルカン、ビームライフル、一発2600、 FA が、ほう、こんな感じですか。でビームサーベル、二段切りとかあるのかな。特に二段切りはないと。格闘は一段切りだけしかない。まあコンカスじゃないからね。で気になるのがバズーカなんですよね。バズーカグレネードもあるんだね。バズーカの F、 あれ7000、うん、そんなもんなんだね。 W と後期バズーカ実弾、バズーカ、これがあれですね、これがショットガンってことになるんですね。このハイパーバズーカの方が、ほう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 、どうなんだろう、強いのかな。でもまあね、当たったら嬉しいね。高機動カスタマイズが欲しいというか、まず当たるかどうか分かんないからね。もう一つの方見ていきましょう。ジム2セミストライカーですね。280の、ふんふん、1100とスピードは。ローケシュー、ウィックシュー、シールドガーダー。シールドガーダーはいらない。うん。ほうほう。3点ジムライフルと。ほうほうほう。F、ビームライフル。お、結構強いんじゃない？で、これが普通のツインビームスピア。あ、ほうほう、マゼラも持ってて、で強襲バズ、これはあのジェスタと一緒のバズですね。形、いや、みんな一緒なのかな。非常に楽しみで、私スゲが欲しい、狙っているのはガンダムマーク2のガンダムマーク2ですね。うん、ぐらいに、まあ多分当たらないだろうね。銀図もあれあるのかな、あのショットガン、 あるね、あるね。ならいいか、銀図でもいいね。とりあえず当たってほしいということで、はい、早速いきましょう。遅くなりましたね皆さん。さあ、ガンダムと会うことができるのか。ではいきましょう。あー、緊張するわ。お願いします、マーク2、イスゲの元へ来い。あはー、やばい。これで赤が通り過ぎた後に押す、押す。いや、もう一回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 、来い。オッケー、よし、きあーあー、来たけど銀図だね、ガンタンク。まあまあ、銀図来ました、イエイ。ああ嬉しい。ああショックだな、せっかく赤箱来たのに。まあね、ガンタンクもね、欲しかったっちゃ欲しかったんですよね。うん、ガンタンク使っていきます。それからこれマーク2の銀図、銀図でも当たりは当たりだからね。うん、はい、ロコも使っていきたいと思います。はい、あーちょっと残念だけど、まあ嬉しいかな。あ、そうきましたか。まあ、はい、
今日のガンダムオンラインはここまでで終わっちゃいます。短いですけどすいません。はい、ではまた会いましょう。 See you again. バイバーイ。